新品の輝き、かっこいい角度があるよね。いろんな角度がかっこいい。ピカピカ。こんにちは、今日はアルミのフライパンについてちょっとお話ししようかなと思います。よくコメントでアルミのフライパン買った方がいいですかというコメントをいただくんですけれども、まあ、好きにしてください、はい、というよりも、まあ、アルミのフライパンって何なのということについてお話ししようと思うんですけれども、まあ、そもそもね、そのアルミのフライパンっていうのも鉄のフライパンの時にもちょっとお話ししましたけれども、まあ、やっぱりメリットとデメリット両方あります。アルミのフライパンのメリットからお話ししようと思うんですが、まずですね、熱伝導に非常に優れている。まあ、どういうことかというと、簡単に言うと熱しやすく冷めやすいってことですね。パスタとか例えば作る時の、まあ、火力調整あるじゃないですか。そのニンニク例えば炒める時に弱火でじんわりやってくださいねとか、沸くまでは強火でいいですよとか、そういった時のこのコンロの火力調整、こうすごいダイレクトに食材に伝わるので、まあ、微調整がすごくしやすいんですね。あと他にはね、メンテナンスがしやすい。はい、今バックから声がありましたけれども、メンテナンスがすごいしやすい、まあ、これもメリットかな一つ、まあ、使い終わったらね、普通に中性洗剤でバーッとスポンジで洗ってもらえばそれで OK なので、まあ、メンテナンスはやりやすいと思います。鉄のフライパンと違って最初に焼いてね、油をこうなじませてとしなくても買ってきて洗ってもうすぐ使えますんで、まあ、ちなみに説明書というかね、説明書を見ると米の研ぎ汁をこうバーッと上まで入れてもらって、で10分ぐらい加熱してもらうと表面に皮膜ができるんだか、まあ、変色はしにくくなるそうです。まあ、あとは軽いですよね。やっぱアルミのパン材質的にアルミなので、まあ、すごく軽い、軽くてやりやすい。じゃあデメリットも同じぐらいありまして、まあ、まずは、そうですね、パッと思い浮かぶのが高温に弱い。鉄のフライパンとかと違ってバーッと加熱してこう何かね、例えばお肉焼くとかそういう使い方って向いてないんですね。まあ、高温に弱いっていうのもあるし、そもそも鉄のフライパンに比べて蓄熱性がすごく弱いのでね、蓄熱性が弱いからこう火が当たったところ、ガスコンロの火って別に全部がこう均一じゃないので、どうしてもこの火の強いところ弱いところできてしまうんですが、それがねダイレクトにこう食材に伝わりやすいんですね。簡単に言うと焦げてるところもあれば半生のところもある、焼け方をしちゃうので、まあこれで焼けないことはないですけれども、まあ鉄のフライパンあるんだったらそっち使った方がやりやすいかなと思います。まああとデメリットとしては食材がねくっつきやすい。まあ今のねそのお肉焼くとかもそうですけど、これ普通にね油引いて鶏肉でも何でもいいですけど、こうピッて焼いたらねみんなくっついちゃうくらいくっつきやすいんで、正直このアルミパンが大活躍するのっていうのはパスタ料理、リゾットかなと思いますね。だからもうパスタ専用鍋と考えてもらってもいいぐらいだと思います。そのパスタ作りに関してはやっぱ向いてるんですよね。熱伝導がいいということで微量なね火力調整もできる。強火にした時に例えばボンゴレ系ボンゴレビアンコとか作った時に白ワインバーッと振って水分ちょっと煮詰めるとかね、そういう時も軽くこうバッと強くすればわっと結構すぐ水分を蒸発させやすかったりとかねしますので、まあ、パスタ作りにはねすごく向いてるなと思います。まあ、メリットデメリットはその辺です。まあ、だからパスタ専用だと僕はね捉えてます。ちなみにこれこれでお湯を沸かしたりするとアルミってこの材質上ね黒ずみができたりするんですよ。こう黒くなっちゃう、変色しちゃうというか、体に害はないので全然そのまま使っていただいても大丈夫なんですけれども、どうしても気になる場合お湯張ってもらってレモン、ポッカレモンとかでもいいんで、レモン汁ちょっと垂らしてもらって5分ぐらいちょっと加熱してもらうと、まあ、綺麗に取れるんで、まあ、普段の手入れはさっきも言ったように中性洗剤でスポンジで洗ってもらえばそれで大丈夫なんですけれども、焦げがついちゃったとかそういった時には鉄のフライパンと同じようにここで少しお湯沸かしてもらって汚れが浮いてきたら少したわしとかでねこすってもらえば大丈夫です。それでも取れない場合、スチールウールモンスターみたいなね、スチールウールでね本当磨くと鏡みたいにもピッカピカにできるんで、ただ
まあ、できればボンスターとか使わない方がいいと言って、言ってたことが昔あったのと、あとボンスターを作ってるねスチールウールの方の会社のホームページ見たら、アルミ鍋には向いてないって書いてあったんで、スチールウールの会社もフライパン作ってる会社もどっちも使わない方がいいって言ってますけれども、でもね実際現場では、ボンスターでこれをピカピカに磨くっていう習慣はね結構いろんなお店でやってると思うんですよね。まあ、僕の親方も昔そうでしたけど、鍋なんていうのは黄色くね焦げついていっちゃダメ、毎日ピカピカにしてね常にピカピカの状態を保ちなさいっていうことで毎日鍋磨きをするっていう、習慣がありましたけれども、まあ問屋さんとかに言われたのが、あれああやって例えば黒ずみができたからって言ってスチールウールでその都度こうやって洗ってるとフライパンにこうボツ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 ってこうなんていうかな凸凹ができちゃったりとか、それはねもうやりすぎって言ってました。まあ基本的には中性洗剤で普段は洗って、まあ、磨けば綺麗なんで場所があるんだったらどっかキッチンのこういうところにねかけといた方がインテリア的にもなるしね、まあ、パスタね作る回数が多いんだったら、まあ、1個持っててもいいかなと思います。なんかもうほんとこれ1個ね買っておけばずっと使えますんで、パスタ作りに最適な鍋って感じかな。今日はアルミのフライパンについてお話しさせていただきました。今この間、鉄のフライパンやってアルミのフライパンやったから次なんだろう、銅。でも銅鍋なんて家庭じゃ使わないよね。まあなんかねこういう調理器具の説明聞いてみたいっていうご要望がありましたら、まあ、なんかコメントに書いてみてください。ということで、次回は何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。かっこいいよね。